え、私は歓迎されますか、この町に。はい、ということで今回も続きから始めたいと思います。で、今回はなんかまた別の大陸に移動していくんやったっけな。どっから移動したらいいんやろ。誰か教えてくれる。のちおらぬとも会えなよ。冒険の無事を祈っているのである。西の移動装置の先にあるのは陥落の霊道。何があるかわからぬゆえ気をつけるんだぞ。西の移動装置どれ。こっち、ここ、エレベーターが動いている、利用しますか。ほい。いや、多分違う。普通に上の階に来た。利用します。あれかな、センタービルの外に出て、ここじゃない、センタービルの外に出て西ってことかな。じゃあちょっと出て行こう。そして西、どこだい。場所は、あっこだ、ネクスト。あったあった、よかった。どっから、もうちょっと羽ばたけよう。早く空中ライドが欲しいな。空中ライドはどこで。え、ウッドパークじゃないってことよね、もう。こっち別じゃないわ。逆方向だね。こっちか。だってウッドパークにはみんなもう戻らないんでしょ？行ってももぬけの殻ってことよね。ということはだ。どこで B ランクが受けれるんだ？めっちゃバシバシ寄るけど。ね、確実にマーマンとかおったもんね。さあ。わあ、やばい。なんだ、大丈夫やった。いや、大丈夫やけど。うわあ、びっくりした、ピッキー。大丈夫やけど、上がれねえ。みんな寝てるし。お、一発じゃねえか。イエーイ。強くなったもんだな、みんな。感動的だよ。ほい、レベルアップ。誰だ、スタンバイモンスターか。さあ、ちょっと上に上がらせておくれ。どこから？あ、でもこっちから向かうんかな？ちょっと待って。あ、こっちから向かうっぽいね。どの辺だ？この辺か。この道を辿っていけば行けるってことかな。まあ、向かおう。こっち？お、合ってるね。うわー、ちょっと。仲間じゃないか。メイジではあるけど、ドラキーだぞ。さあ、みんなやっつけろ。まあ、乗ってるだけなんだけどね。うわぁ、めった打ち。ドラキーは何気にまだ強いのか。てか、これから別の大陸に行くわけだけど、多分敵強いよね。普通に強いよね。やっていけるかな？ 132 やって、結構なダメージ与えれた。まあ、頑張るしかないさ。やる気やる気。おっしゃ、レベルアップ。プリズニアンがレベルアップ。よし、ここを行ったら、遅い。はあ、これでもうかけていくぜ。もうね、よいしょ。てって。あ、ほらほらほら、たどり着ける。こっちの方に装置が。転送装置が。なんだ、怖いよ、肉を求めて。あー！肉を求めて。やべえ、落ちた。あ、でも近くまでワープさせてくれてる。どっちだ？こっち？どこっすか？あ、ここだ。これは？もう登録してる場所？このルーラポイントはすでに解放されています。あ、やね。なんだ、ここまで飛んでこれたじゃないか。あ、ここで、ずっと同じ行き先に行けるわけじゃなくって、大陸が動けば行ける場所が変わるってこと？ウッドパークの方に帰るわけじゃないんやね、これ。陥落の霊道やったっけ？なんかいかにも怖そうな場所やったけど大丈夫かな？なんか人とか、なんとか族みたいなおる？ちゃんと。都市の再生者、崩落都市を旅した者に贈られる称号。なんかちょっとさ、ちゃんと、話せるような人が欲しいよ、私も。ん？街だ。
あ、ちゃんと街だ。なに、ブラウニーの街？すごい、めっちゃ歓楽街なんだけど。歓楽の霊道って言ってたもんね。うめっちゃモンスターおるけど、こいつらは何？え、私は歓迎されますか、この街に。え、話せるの？あ、すごい、なんか。ここはネオンパーク。アンデッドガーデンの母主たちが暮らすま、ん？暮らしゅうだって。暮らす街よ。墓森か。だけど、ブンドルドという魔物のせいでね、今はガーデンに入れなくて困ってるのよ。枕持っとる。わしは北の移動装置から来たんだべが、ブンドルドのせいでえらい困っちまっただ。奴が移動装置た使えなくしちまってな。元いた土地に戻れねえべよ。マジで？戻れんのや、今から。最近、どうも妙なことが起こるんだよな。追いだり持つがいつの間にか移動してたり、立てかけて傘が何度も倒れたり。でも周りには誰もいないんだ。こいつは一体どういうわけだ？立てかけた傘が倒れるのは別に、そんなにおかしなことかな。その格好、あんたレジスタンスだな。昔はお仲間もこの街によく来てたもんさ。アンデッドガーデンの北にある移動装置が使えなくなってから、すっかり見ないけどな。私は珍しいんだな。お、なんだ？なんか飲み屋みたいなのあるんやけど。目視できない特殊な存在を感知。リアクターの起動を推奨します。特殊な装置？違う、特殊な存在？ゴースト的な何かですか？どこ？お、びっくりした。お久しぶりです。って言っても私が知ってるのは黄色い子やけど。こっちこっち。え、怖い、何？どこかに導かれる。幽霊はアユナについてきてほしいようだ。幽霊を追いかけ、リアクターを使って探してみよう。どっち？こっち？え、どこ？こっちか。はいはいはい。え、リアクター。これ？おお、こっちに来て。幽霊が手招きしている。幽霊手招きしないで。怖い。あっちか。おお、おったおった。こっちだよ。私殺されるんじゃない？大丈夫？幽霊が手招きしている。お、見えるし。急激に見えるし、何？そのリアクター、君には僕みたいに幽霊の姿が見えるんだね。ということは君がルキアの言ってたアユナかな。お、早速その名前が。やっぱり、前から聞いてたんだ、君のこと。ねえ、僕のお願いを聞いてくれない？いいけども。この陥落の霊道には、ブンドルドっていう、すっごい悪くて強い魔物がいるんだ。僕たち、そいつのせいで、ネグラを追い出されて、助けを探してたんだよ。ネグラっていうのは、お墓とかそういうこと？ルキアから聞いたけど、君って強いんだろ？お願いだよ、ブンドルドをやっつけてよ。ブンドルドは陥落の霊道の北、アンデッドガーデンって場所にいるんだ。もういかにも幽霊いっぱい出そうなとこやね。でもあいつは、アンデッドガーデンに鍵をかけて閉じこもってしまってね。ガーデンに入るためには、あいつの手下を倒して、三つの鍵を手に入れないといけないんだ。墓場のどっかにいる三人の手下を倒したら、アンデッドガーデンに向かってね。頼んだよ。墓場。墓場に向かわねばいけないらしいよ、今から。この夜中に。さて。とりあえず、もうなんか看板輝きすぎて何やかわかんねえわ。あ、ここか。宿屋。ちょっと泊まっとこ。ここは宿屋で お客さん少し休んでいかないか？店主が枕を抱えてるよ。おはようさん。よく眠れたかい？それじゃあ気をつけて出かけるといい。じゃあとりあえず、ちょっと町から出て、ここか。町自体に扉があるんやね。ん？出口が違うってことかな？こっちじゃないんか。でもなんかもう一箇所あったよね、なんか。あれ、あっち側。あれは街の反対側から出るってことかな？ちょっと待ってね。何回も何回も。街の反対側の出口から出たら、目的地がある。あ、これか。これだわ。一本道じゃないか。はい、ということで。今回はこの辺で終わりたいと思います。さ
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。